皆さんこんにちは、テイスティージャパンのレッドです。今日は僕がお気に入りのレシピを2つご紹介したいと思います。まず1つ目はスパニッシュオムレツ。実はこのレシピ、僕が小さい時からお母さんが作ってくれたレシピ でそれをテイスティー風にアレンジして、で皆さんに教えたいなと思ったので、はい、作りました。それとこのスパニッシュオムレツのレシピは、本当のスパニッシュオムレツの作り方と違い、ポテトチップスを卵に入れるだけでできるっていう簡単なレシピだったので、皆さんに教えたいなと思いました。で、実は撮影前に何回か試作をしたんですけど、卵料理ってやっぱ難しくて、火の加減を間違えるとすぐ焦げちゃったり、卵が割れちゃったり、まだ中身が半熟だったりして少し苦労しました。で、一番難しかったところはやっぱりひっくり返すところですかね。2回ぐらい失敗して卵がダラーって出てきちゃったりして、その時はすごいため息が出ました。で、このレシピのポイントはやっぱり卵を吸ったポテトチップスがふやけて、本当のジャガイモのような、てかジャガイモよりすごい美味しくなるんですよ。で、このレシピの面白いところは、僕は今回コンソメ味を使ったんですけど、そのコンソメ味じゃなくて海苔塩だったり、それかなんかチーズ味のポテトチップスを使ったり、それかジャガイモでできたなんか違うお菓子を入れられるところですかね。だからその自分だけのスパニッシュオムレツを作れちゃうっていうアレンジレシピなんで、ぜひ皆さんに作ってほしいです。で、次に僕が紹介したいレシピは鶏胸ガーリックステーキです。まずなぜこのレシピを作ろうかと思ったかというと、ちょうど僕が筋トレに励んでいた時期で、まあ今も励んでるんですけど、その時低カロリーでなんか高タンパクなものを美味しく料理したいなって思った時に、あ、鶏胸で美味しく料理する、俺が好きなものを肉、ステーキにしようと思ったので、これを作ろうと思いました。で、このレシピの難しかったところはですね、全体に火を通そうとすると、やっぱちょっとフライパンの温度を上げがちじゃないですか。でもそうするとやっぱ焦げちゃったりして、でそれでちょっとまあ2回ぐらい取り直したんですけどでも最終的にはすごいジューシーな鶏胸肉のステーキができて、ちょっと感心しました。感心したって、まあ俺が作ったんだけど。で、このレシピが美味しいと思うポイントは、やはり鶏胸なのにジューシーに仕上がるところですかね。はい、本当だったら鶏胸料理ってやっぱパサパサしがちじゃないですか。でもこの鶏胸はすごいジューシーに仕上がって、でしかもタレもかけると本当のステーキみたいになるんですよ。なのでぜひ皆さんには、特に筋トレしてる方にはこの料理をおすすめです。美味しく食べれて、しかも低カロリーで高タンパク質、君に向いてます。はい、ということで以上が僕のお気に入りレシピ2選でした。他にも僕に作ってほしいものとかがあったらコメントください。それと冬だからあったかいものを作ってほしいってのもあったらコメントしてください。それといいねボタンと、あとチャンネル登録してください。ではまた。